こちらが実証実験中の雪まとペです。耳が聞こえないということで、まあ、そのどういうアナウンスがあるか、もしくは電車が近づいてきた時に気づかなくて、まあ、びっくりするみたいなこともあるし、まあ、あとはそのどれぐらいのタイミングで閉まるかみたいなところが分かんないみたいな、そういったこともありました。まあ、キマトペを見ることによって、聴覚障害って何だろうとか、どういうことに困ってるんだろうとか、耳が聞こえない世界、音のない世界ってどんなのだろうとか、まあ、そういうふうに思いを馳せるっていうことによって、お互いがこうその違いっていうのを認め合って、まあ、少しでもこう優しくなれるような、まあ、そんな社会っていうのを作っていくっていうのが、まあ、テクノロジーの本質かなと思ってます。